はいどうも、ルールカです。無課金アカウントをやっていきます。今日ちょっとね、あんまりね調子良くなくて、今日の夕方の昨日の夕方の虹じゃねえや、闇の元素周回ちょっとできなかったんでね、日曜日、まあ今日ね、オープン券使って虹、闇の元素集めたいと思っております。だからパーティーちょっと変わってないんだけど、まあ、いつも通りアリーナやっていきます。2400のダイヤ目指してね行きたいと思います。じゃあ挑戦する。名誉最大やば、ちょっと待って、もったいない、もったいない、ちょっと一旦切るね。はい、すいません、戻ってまいりました。じゃあ早速アリーナ行こうかな。今日メインの方でね4600超えたんでね、よかったよ。今回は4700以上いけるかもしれないからね、頑張りたいと思います。でこっちもね過去最高記録どんどん更新していきたいと思うんで、いきまーす。レイチェル入れられればね、通してみろ。ハッター、ハッター、何マイスタリア参加権いつや、けえ、くらいな、やばいね、レベル22の出力に翻弄されてる。いくわよ、いくぞ、よし、と、貫け、オゲ、いくぞ、よし、ラヌケイツェーケー、くらいな、モゴクがいっぱい来るぞ。こっちのメンバーほぼ気絶してるやん。くらいな、いくわよ、俺すいぜーケー、くらいな、地味な戦いになってるんです。でもしょうがないんだよね、この辺の戦いってそういうもんだよ、ね、揃ってないパーティーで戦い続けるっていう。これこのアカウントさ、この孫悟空のお衣装もらえる機会に沿ってるって、普通に孫悟空だね、このおしゃれ孫悟空じゃないからさ、ちょっと羨ましいよ。周囲に控えた時にはちょっとびっくりしたけど俺様がいれば心配ない。対戦ありがとうございました。さあ2000名、そういえばあれらしいね、知らなかったんですけど、総合商社緑物産のギルマスをやっていたユーバオさんがリスキーに移籍したっていう噂が起きてます。本当かどうかわかんないけど、ユンバオさんのツイッター見てもユンバオさんは別に特にコメントしなかったの。ただユンバオさんが緑のギルマスじゃなくなったのはまあ確かに赤スコさんに変わってたから。くらいな、ギルマスが移籍するっていう話はびっくりです。
終わるわけには。終わりだ。終わりだ。まあそんだけなんです。まあそんだけなんですけど。まあ、全然面白くない話してすいません。マイクラリア参加権。はい。ヒックス。最近生放送ばっかりやっててね、結構疲れますね生放送ね。みんなからパワーもらえるっていうのもあるんだけど、ずーっと喋り続けるのって今までやってきたことない。対戦ありがとうございました。よし、2200までもうちょい。だから、ちょっとびっくりしたね。今日だけはうまいだろうな。あ、俺こんなに喋れるんだと思って。ハッター！すごいびっくりしてますね。行くわよ！まあ毎週土日が基本なんでね、まあそれ以外は基本やってないんだけど、今はもう今日はスペシャルだからしょうがない、ね、来週はもう一度大ニールでおおやべ、カウンターとかよし、このレベル帯でカウンはちょっと厄介だ。受けてみろ、予想の威力は。疾風破砕ないな。復活量がな、魔法キャラに弱いからね。これいけるか？互角っぽいけど。俺様がいれば心配ない。これを通してみろ。2200超えた。さあ4勝目は通してみろ。珍しいな、初っ端から決まるんだ。相手クリスレベル3。終わりだ。行くぞ。アスタイローが、クリスとかデロンとか結構きついんだよ。解除しないといけない系。
わあ、諸葛亮を持ってしてもこれだけ食らうか。受けてみろ、余計の威力。俺が OK。 暗いな。まあでもこれはなんとか勝ったと思う。いくぜ。くらいな。受けてみろ、予想の威力。ルーク復活してるとダメージ食らっちゃった。いくぜ。いくぜ。けー、くらいな。いっぱい持ってる人羨ましい。受けてみろ、予想の威力。ソル、ソル使いだけどさ、ソルは持ってるか。俺すぐだ、行くわよ。しかしですね、さあよし、これで勝ち確でしょう。俺すぐだ、行け、行くわよ。なかなか倒れてくれないな、クリス。学生孫悟空の先に倒れんじゃない。参加点。参加点。はぁ、受けてみろ、予想の威力。はい、た、行くぞ。はぁ、た、上抜け。無駄スキルのオンパレード。こんなはずでは。対戦ありがとうございました。まあ、ソルトね、とかね、暴走のやつと戦うと、こういうのがね、倒してみろ、本当にね、無駄スキルオンパレード。これを倒してみろ。いやー、なかなか疲れる戦いでしたわ。さあ、ラストですね。どうぞ、ご覧になって。耐久か？このレベルで耐久とかいったら怖えな。いないね、さすがに。マイスタリア参加権。デロンは星5だからね。デロンでは星5でも使えるっていう証だよね。どうですか、受けてみろ、予想の威力。デロンズを倒せ。普通に倒せよ。倒せない。おしこでも強いな、デロンズ。これであとデロンズだけ。終わるわけには。シップ破砕で1回で剥がれない。貫通が通って、なんとか勝ちました。俺を倒してみろ。ナイツ強いっす。強いっすよね。なんだそれ。ナイツ強い。倒してみろ。OK。まあなんとか5連勝。君ならやってくれると、次のクエストが進まなくなるから。できましたね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終了したいと思います。まあ、近いうちにね、本当レイチェル入れたパーティーで行きたいと思います。レイチェルもね、衣装買ってるんで。この例に答えよう。レイチェルは衣装買ってるんでね。どこ行ったレイチェル？あれ？あ、いたいた。レイチェル衣装買ってるんで。不滅の化身の力。これ着なかったらもったいないんで。
はい、というわけで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。